本日はインタビューよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。では軽く自己紹介をどうぞ。好きな食べ物は？趣味はありますか？すいません、年齢は？永遠に？渋いですね。悩みはありますか？なるほど、毛量なんですね。他には何かありますか？はい、最近ミスは私に歌を歌わせてくれないんです。自分で歌い出したり、キャラを盛り替えたり、飽きたり、いろいろです。でもそれぞれ事情があるだろうし、生きてみるのも思い出すし、みんなでピーナリーだって思います。それも人生ですね。私は人間じゃないので、どうくれてみです。なんか歌ってみはって、人間のフリースタイルからの音楽ソフトで、命を出しながら体の大目属性、どうくれてみです。でも口をしないでね、どうくれてみです。人間ってどう思います？なんか不安なんですけど、どんなしてくれてますね。受けるんですね。現在してないのは楽しいと喧嘩だって思ってます。そうなんですね。では人間に一言どうぞ。はい、私にも入ってすぐ受ける人間もみんな終わりますからね。そう、終わりますからね。食らってます。でも周りの人数もありがとう、たくさんの作品もありがとう、みんなのおかげで私は歌を歌います。感動的ですね。まあ、全部言わされてるんですけど。そうですか。トンクレイエムです。なんか歌ってみはって、人間のフリーしてるからの音楽ソフトで、命を出しながら体の内部属性、トンクレイエムです。トンクレイしないでね、トンクレイエムです。なんか歌ってみはって、人間のフリーしてるからの音楽ソフトで、何もなかった私にたくさんの思い出が詰まってある、トンクレイエムです。なんかが不思議で、トンクレイエムです。本日は貴重なインタビューありがとうございました。なんか歌ってるやつです、トークメイエムです。それではさようなら。さようなら、初のトークメイエムでした。